はい、金谷です。ありがとうございます。65年ですね。僕が3代。35ですね。僕が入ったのは27。これまでは京都、大阪ちょろっと行ってる。あとは福岡市内。ずっと無職なんですよ、僕。おつ。よし、やろうか。どうも、2杯。はい。はい。さあ、何しようか。どんな気分？とりあえず、手箱いて。しまきの明太。日頃頼まんやつや。わ、ラッキー、双子。めちゃめちゃ暑い。夏場もっと暑いんじゃないですか。地獄。お店って、あ、12時までと思ってるでしょ。はい、帰るまで、みんなが帰るまで。生ください。はい。これ忙しかったらお客さんが自分で生する。俺がどうしてもワンオペなんで。この前はもうずっとじゃあお父さんお母さんでやられてたんですね。母ちゃんだけ、父ちゃんは別の仕事してた。そう。代表っていうか、そのなんか責任者みたいな人がなんかもう。お店検索するとだし巻き卵が出てくるんですよ。他とまた違う作り方とかってされてるんですか。だしの量が多い。やりだしました。みんな好きでしょ。みんな好きやけど手の主役にはなれない一品なんです。じゃあ美味しいの作ろうと。とりあえず地元で一番美味しいやつ作ろう、福岡で一番美味しいだし巻き作ろうと、うん、目指してるっていうわけですよね。そう、もともと僕寿司屋なんですよ。だから昔からずっとやってるんで。趣味料理、まあ、はい、殴られるじゃないですか、はい、もちろん昔やって、はい、殴られてそれでも続けてたってことは好きなんでしょうね。料理だ、ちょっと待ってもらえれば、軽くなる。
ません。はい。だし巻き卵と。だし巻き、はい。焼き枝豆と。枝豆。ステーキ。ステーキ。はい。また双ヒラメがいい。タイが。刺身？めっちゃヒラメの方ですか。13パール。うまそう。うま。来ろか。マグロ以外何食べきる？タイ食べきる。タイはね、めっちゃ美味しい。マグロちゃんといっぱい入れてあげる。タイも食べて。ちょっとだけでいい。いくらも乗ってる。ママのやつよりこれ絶対うまいぞ。こんな感じ。いらっしゃいませ。どうぞ。ありがとうございます。ちゃんぽん一ついいです。ちゃんぽん。はい。
そう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 。その子ガチで来るんですはい、お待たせしました。はい。はい。これ食べたい。今日の朝方にもらったばっかなんですけど。この卵焼きは絶対一番おいしいんですよ。ここが一番おいしい。昆布とカツオといい子です。自分がおいしいなと思ったものから、自分信じてやるしかないんですよ。それが美味しいと思ったものを出して美味しいと共感してもらえれば嬉しいし、まずかったらシャーよ。あ、やっと来たお疲れです。お疲れです。かわいい。えい。なぜ戻すのよ。ミョウガが食べたい。ミョウガを美味しく食べたい。誰の時期に食べる？ナイスね。自分を買って無理って言わんやん。あるようなお店。あるよ。注文はあれやったら聞くよ。牛カツ、刺身、刺身、あと2品ぐらいお任せでお願いします。了解。豚もくせ。俺も来た瞬間自分はいつもお任せで間違いないもん。間違いないね。美味しそうやろ。携帯取ってください。うちを勝手に宣伝部長歌ってるから。はい、レゴーレディゴーレディゴー。うわ、美味しい。めっちゃうめえ。今初めて出た。出た。何しようかな。あれですか、未練犬。あいつ家間違ってる。マリネも最近まで未練犬。マンセンさん、今日はまず帰るよって。仕込んどったで。うえースマイクイーン。どうする、田中定食パチクス。定食お願いします。始まった。定食パチクス。そうだ、もらいます。再開T シャツ持ってきます。どうぞ、どうぞ。このチャレンジと今から食えるかって言われたら食えるんですけど、魔法のタレが。魔法のタレ。いやいや。ざっす。美味しいやろこれ。ちょっと歩けません。ねえと思ったらさ、まあ小学生かもしれない。俺たちからしたら。名前は一旦のぞこみだ。裏があるっちゃんの。いやいや。俺の友情フォローかわす。あ、笑ってくれた。笑い声響き渡るから。これベーナスのバター醤油焼き。電卓は好き嫌いが激しすぎる。バターと醤油に置き換えれば、バターと醤油絶対的にうまいんだ。はい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 。あれ？こうなったら、もう、あ、そうやった。笑い声響き渡るから。パッといけないかって。はい。飲まないかね。笑い声響き渡るから。最初の時間はみんなもめっちゃ投げるよ。うわ、うまそう。
もう勘のべきやん。勘のべきやね。何で起きました？なんかそこにあるのかな。間ぐらいで。え、そうだ。タコ2つとちゃんぽん2つ。了解。いや、もうすぐ飲みたくないとかなって思ったけど。いろいろしていいと思う。ありがとうございます。何かが変えるといい。仕事は終わりません。おはようございます。どうも。おやすみ。サード帰らせないか。いつもだいたいこの時間から来られるんですか？そう、まあ、12時は閉まらない。まあまあ、カラ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 。ワンオペ最高。いや、確かにきついですよ。でもめっちゃ面白い。佐野さんという人間が。ちょっとお疲れ様です。おやすみなさい。はい、また来るけどね。はい、ありがとうございます。はい、金谷です。大丈夫です。はい。